エアホッケーやホッケーは、マレット、もしくは、スマッシャーと呼ばれる器具を用い、盤上で、プラスチックの円盤を打ち合い、相手ゴールに入れて、得点を競う遊戯。ゲームセンターやボーリング場などの遊戯場に置かれることが多い。アーケードゲーム機の一種であり、規定額の効果を投入することでプレイを始めることができるものがほとんどである。パックの配球や、スコアカウントなども、 自動で行われるものが大半を占める。盤上の多数の小さな穴から吹き出す空気の力でパックを浮き上がらせることからその名がついた。本体は卓球台によく似ているが、外枠で囲まれており、外枠に当たったパックは反射する。近年ではパックが反射する際に効果音が出るものや複数のパックが同時に飛び出すものなどが登場している。 名前の通りホッケーをモチーフとしている。通常は1対1、もしくはダブルスで一つのパックを打ち合う。台は長辺方向中央から自陣と相手陣の二つに分けられている。台の両端にはゴールとなる穴が開いており、相手側のゴールにパックが入ると自軍の得点となる。自陣の中にあるパックしか打ってはいけない。また、マレット以外の素手などでパックに触れてはいけない。 どちらかが一定の点数をダッシュする、または設定された時間が経過すると、ゲーム終了となる。世界的ビリヤードのトップメーカー、ボーリング場経営などで有名なブランズウィック社のボブル・ミューラーの手によって、1972年に発明したものが起源とされている。日本では遊戯としての性質が強いが、アメリカ合衆国では1978年に、 アメリカやホッケー協会が設立されるなど、一つのスポーツジャンルとして確立されており、世界大会も行われている。ありがとうございます。